笑うと丸顔になる方はこの動画を参考にしてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。視聴者さんからのリクエストでこの動画で返信させていただいています。ご質問ありがとうございました。解消法は顎から頬、こめかみまでこのフェイスラインをすっきりさせていくことになります。マッサージは頬に関しては手のひらの柔らかいところを使ってマッサージを行います。ただ、顔がむくんでいたら先にむくみの処理を行います。リンパの流れは頬から顎に流れて、顎から耳の前、そして首の方に流れていきます。その流れに沿って軽く流れを作ります。力で流すのではなくて、この指の動きで起こる静電気がリンパの流れを促します。次に頬の部分のケアですが、ここも軽く撫でるだけでリンパは流れます。耳のところに持っていて、両方一遍でも構いません、これに関してはね。で、耳から下の方に首のところへ持っていってください。で、耳の後ろも流して置きましょう。で、全体的に首の方に持っていけば、ここが硬い方は特にね、ちょっと叩いてください。叩いた後に振動でリンパが下に沈んでいくイメージを持ってください。最後に肩の運動をしていきます。上げて、ギューッと力を入れて上げて、パッて、こうすることで絞って散っていく。で、体の方に捨てていくという流れを作っていきます。頬の部分のマッサージですが、皮下脂肪がたくさんある場合はつねってください。つねることで交感神経が高まって、皮下脂肪が燃焼しやすくなると言われています。場所によってつまみやすい姿勢というのが変わりますので、下の方でしたらうつむくだけで触れますし、この横であれば倒していく、で、傾けていくように工夫してつまんでください。次に筋肉のボリュームに対しては、手のひらの柔らかいところで回転させてマッサージをしていきます。この際に顎から耳の前にマッサージをしてください。このラインが終わったら、次に縦のラインに上がっていきます。で、今度は噛んで動く筋肉を探してマッサージしてください。鏡を見ながらね、場所を確認して変化を見ながらマッサージをするといいと思います。ゆっくり行ってください。特に笑って丸顔なので、この辺りが気になりますが、顔全体をすっきりさせたい時は、この顎の後ろや顎の前、ここを重点的に行ったら顔がすっきりしていきます。顔の印象がすっきり変わってきます。で、この顎の噛む筋肉ですね、場所が分からなければ少し噛んで確認しながら、下から上にマッサージを進めてください。次は頬骨に沿ってマッサージをします。頬骨の盛り上がりの下ですね、ここに指を入れてマッサージを行ってください。この筋肉は笑った時に触ることができますが、笑わなければあまり目立たないので、骨を基準にしてその下を触ってください。爪が長い方は爪で肌を痛めないように横に倒してマッサージをしてください。絶対に痛みを感じない程度でマッサージをします。軽い指圧をして横にスライドさせていきます。強くやりすぎるとたるんでしまうので、たるみを起こさずにボリュームだけを少なくしたいのであれば、軽くマッサージをしてください。目尻の下、この辺りまでマッサージをしてください。次に一番盛り上がった部分です。この部分は手のひらの柔らかいところを使って、
回すようなマッサージを行います。この時も筋肉の表面を撫でるようなイメージで軽く軽くマッサージをします。肌は密着させて、そのまま筋肉の表面だけを軽く撫でてあげるようにマッサージしてください。特にこの頬骨の一番盛り上がっているところより上は軽くマッサージしてください。最後にこの笑った時の横ですね、ここが盛り上がるので丸顔に見えていきます。顎のあたりがすっきりしてきたら、ここだけが目立ってくるようになりますから、この横の部分、笑って一番目立つところ、気になるところをマッサージしていきます。マッサージの方法は回転させてください。最後にもう一度むくみ対策を行います。頬の上から顎に向けて軽くさすります。耳の前に持っていって、耳の前から下ろす。そしてこめかみもしましたので、手のひらの柔らかいところで耳の後ろから首に流して、爪が長い方はこの指の硬いところで叩いてください。痛みを出すほど叩かないでくださいね。神経が走っていますので、軽くトン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 叩いてください。そして最後に動かすようにしてくださいね。仕上げに肩も動かして、肩甲骨も動かすようにしておくとより効果的だと思います。続けることが大事なので、週に3回など日にちを決める回数を決めて続けてほしいと思います。続けることで顔の印象も変わってくると思いますので、頑張っていただきたいと思います。この時に目つきが悪いと言われると思うので、姿勢が悪くて目つきが悪いと言われていると思います。動画の内容が役に立ったと思ったら、評価とコメントをお願いいたします。最新情報をいち早くあなたにお伝えしたいので、チャンネル登録がまだの方はこちらから登録をお願いいたします。あなたのエイジングケアと美容に役立ててください。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。